ロビンは DC コミックスの出版するアメリカンコミックバットマンに登場する架空のスーパーヒーロー。バットマンのサイドキック。ボブ・ケイン、ビル・フィンガー、ジェリー・ロビンソンによって創造され、1940年に登場した。ロビンはボブ・ケイン、ビル・フィンガー、ジェリー・ロビンソンによってスーパーヒーローの後輩として機能するように創造された。バットマンとロビンのチームは、 ダイナミックデュオ、ケープ・ド・クルセーダーズと呼ばれる。最初のロビンであるディック・グレーソンは、デテクティブ・コミックス38でデビューした。若い読者を引きつけるために考案され、ロビンはバットマン関連のコミックの売り上げを倍増した。ロビンの初期の冒険が含まれる、65から130までを単独で活躍した。1940年から1980年代を通じて、 バットマン関連のコミックや他の DC コミックスの出版物のレギュラーだった。その後、ロビンはナイトウィングとして独立したスーパーヒーローになった。2番目のロビンであるジェイソン・トッドはバットマン357でデビューした。キャラクターはバットマン、デス・イン・ザ・ファミリーでジョーカーによって殺害された。このロビンは殺される1988年まで。 バットマン関連のコミックブックでレギュラーだった。ジェイソンは事件後に復活し、レッドフードに変貌する。3番目のロビンであるティム・ドレイクは1991年にデビューした。シリーズは1993年に始まり、2009年、初めに終了した。4番目のロビンであるステファニー・ブラウンは2004年にデビューした。役割を ティム・ドレークに戻す前に短い期間だけロビンになった。5番目のロビンであるダミアン・ウェインは2009年にデビューした。バットマンのデビューの約1年後にバットマンを想像したボブ・ケインとビル・フィンガーはロビン・ザ・ボーイ・ワンダーとしてディテクティブ・コミックス38に登場させた。ロビン・ザ・ボーイ・ワンダーの異名とコスチュームの外観はロビン・フットの冒険に触発されたものだった。 ジェリー・ロビンソンは、ロビンフットの冒険は、私の少年時代のお気に入りだった。私は、ロビンフットを提案した時に、すぐスケッチしました。彼らは、それが好きなように見えたため、コスチュームを示しました。そして、私の記憶が正しければ、ワイスのコスチュームだと思うでしょうと述べた。名前の由来は、鳥のロビンではなく、ロビンフットから取られた。フランク・ミラーの、 オールスター・バットマンロビンやレン・ウェインのザ・アントールド・レジェンド・オブ・ザ・バットマンのロビンはバットマンの最高の相棒として知られている。また、ロビンはスーパーヒーローグループのメンバーとなっている。ディック・グレイソンはティーン・タイタンズの創設メンバーであり、チームのリーダーとして活躍していた。ロビンのキャラクターはバットマンに対するワトソンを意図していた。ビルフィンガーはこう述べている。 ロビンは私が待っていたキャラクターだった。私はホームズとワトソンのようなダグラス・フェアバンクスとシャーロック・ホームズを待っていた。私はバットマンと話をする相手が誰もいないという悩まさを感じていました。それはロビンのするような方法です。私はバットマンと話をするワトソンが必要だと思いました。ボブが私を呼び、彼が ストリップに男の子を置くつもりだったと言いました。私はそれを素晴らしいアイデアだと思いました。以下の架空の人物は様々な時にロビンのコスチュームを着用している。ディック・グレイソンはフライング・グレイシンズと呼ばれたサーカスのアクロバット一家の末っ子だった。ギャングのボス、トニーズッコにグレイソンの両親のジョン・グレイソン、メアリー・グレイソンは殺された。バットマンに ディックの真剣が映り、グレイソンはバットマンと一緒にズッコを調査し、彼に正義をもたらすために必要な証拠を収集した。1940年から1969年を通してロビンはザ・ボーイ・ワンダーと呼ばれていた。バットマンは赤色のチュニック、黄色のケープ、緑色の手袋、ブーツ、スパンデックス・ブリーフ、およびユーティリティベルトからなるコスチュームを ディックのために作成した。彼は高校を卒業してハドソン大学に在籍した。ロビンは1970年から1980年代までザ・ティーン・ワンダーとしてキャリアを続けた。1980年代に若い世代のファンによって発見されたティーン・タイタンズは彼の新しいアイデンティティとなった。そしてクリプトン製の混沌の神ナイトウィングの名を譲り受け、 ナイトウィングとしてデビューした。ナイトウィングになったグレーソンと交換するために創造された新しいロビン。変更点を最小限に抑えるためにジェイソン・トッドはディック・グレーソンに似せて創造された。クライシス・オ・インフィニット・アースで DC ユニバースの連続性がやり直された。ディック・グレーソンの原点、バットマンとの関係、ナイトウィングへの成長はほとんど変わらなかった。 しかし、ジェイソンのキャラクターは完全に改訂された。彼はストリートチルドレンでバットモービルのタイヤを盗もうとしてバットマンに捕まった。ナイトウィングとトットは強盗のギャングを捕まえることでバットマンに犯罪と戦う価値があることを証明した。そしてバットマンはジェイソンにロビンのコスチュームを提供した。1988年に DC コミックスは投票で読者に トットが殺されるべきであるか否かを決めることにした。このイベントは、他のコミックブックのイベントよりもメディアの注目を受けた。ハイの投票が上回り、トットの死が決定した。バットマン、デス・イン・ザ・ファミリーで、トットは母親を人質に誘い出され、ジョーカーに囚われる。バールで激しく殴られて倉庫に彼と爆弾を残し、母親と爆発で死ぬように放置されて殺された。その後、 ジェイソンはレッドフードとして復活した。DC コミックスはトットを殺す読者の決定について不確かなままだった。DC はトットが実際に嫌われているか読者がキャラクターを殺すかどうか確認したかった。バットマンの編集者デニス・オニールは新しいロビンを導入した。ティム・ドレイクはバットマン436にフラッシュバックで初登場した。ティムはこれまで フラインググレイシンズの殺害を目撃して以来、バットマンとロビンの冒険を追っていた少年だった。これは DC が読者が新しいロビンを受け入れる時に役立つことを期待して、関係を確立した。これにより、グレイソンとドレークをつなげることに役立った。ティムはアマチュアだが、本能的に彼らの秘密を推測する探偵のスキルで彼らを追った。バットマンはいずれティムが探偵として、 自身を上回るだろうと述べている。ティムは、バットマンとロビンの正体を突き止めることに成功した。ティムは、ディックとブルースにバットマンにはロビンが必要だと強く、説得し、新しいロビンとなった。ティム・ドレークのコスチュームは、赤色の胴体、黄色のステッチやベルト、黒のブーツ、そして緑色の半袖、手袋、ズボン、及びドミノマスクを持っていた。 彼は外側に黒と内側に黄色のマントを身につけていた。その後、ロビンからレッドロビンになったティムは夢である世界最高の探偵になろうと努力を続けている。ティム・ドレイクのガールフレンドでスポイラーとして知られる紫のコスチュームを着た少女はティムが辞任した時にロビンの役割を志願した。しかし、バットマンの指示を無視したことで解雇される。 ステファニーはゴッサムの犯罪を制御するためにバットマンの不完全な計画を盗み出し実行した。ステファニーは自分の価値を証明しようとゴッサムの路上でギャングの戦争を勃発させる。戦争を終わらせる手助けをしようとするが、ステファニーは捕獲されブラックマスクに拷問された。彼女の障害の重症度から間もなく死亡した。しかし、後に彼女は生きていることが判明した。 デスリー・トンプキンス博士が彼女を保護するために、ステファニーの死を偽装しており、その後、バットガールとして登場した。ブルース・ウェインと、ラーズ・アルグールの娘であるタリア・アルグールとの間に、生まれた、遺伝子操作を施された、フラスコ・ベイビー。バットマンは何年も息子の存在を知らなかった。ダミアンは、暴力的で規律と道徳に欠けるリーグ・オブ・アサシンズの暗殺者だった。 子供が殺すことを学んだダミアンの殺人行為は命を奪うことはしないと誓った父親との問題を抱えた関係を形成した。フランク・ミラーのダークナイト・リターンズでロビンの役割を担う13歳の少女。彼女はロビンになりバットマンの窮地を救い彼に受け入れられた。彼女は初の孤児ではない女性のロビンや生活保護者のロビンだった。続編の ダークナイトストライクスアゲインではキャットガールとして活躍している。善悪が逆転した平行世界アースんのオールマンのサイドキック。テレビシリーズバットマンよりリック・グレイソン。年齢が引き上げられた。サーカスの一員でトゥーフェイスが両親のあだ。陽気ながら復讐心を秘めている。演じたのはクリス・オドネル。吹き替えは DVD では宮本光る。 TB4A 時は、山地和弘。引き続き、クリス・オドネルが演じる。ブルースとポイズン・アイビーの取り合いをするシーンがある。吹き替えは DVD では、宮本光る TB4A 時は、森川智之。ゴッサムシティの若い警官ジョン・ブレイク。本名は、ロビン・ジョン・ブレイク。当初は巡査。刑事へ昇格する。孤児院の出身であり、孤児として育ったブルースを尊敬している。 ダークナイトの事件によって犯罪者として球断されるバットマンの理解者でもあり、バットマンが再び活動を再開した際に彼が戻ってきてよかったと口にした。一連の事件から法や命令に束縛されては悪と戦えないというゴードンの考えを理解し、警察を辞職した。ラストでバット警部にたどり着き、彼がバットマンを受け継ぐことになることを示唆して物語は終わる。 演じたのは、ジョセフ・ゴードン・レビット。吹き替えは、土田大が担当。シーズン1において、ディック・グレイソンとジェイソン・トッドがロビンとして登場。シーズン2では、ディック・グレイソンは、ナイト・ウィングになり、シーズン3では、ジェイソン・トッドは、レッド・フードになっている。ザ・アドベンチャーズ・オブ・バットマンロビンでは、ディック・グレイソンが登場する。ザ・ニュー・バットマン・スーパーマン・アドベンチャーズでは、 ティム・ドレークが新しいロビンとして登場するが、出自はジェイソンのものだった。父親を殺したのはトゥーフェイスとされている。ディックはナイトウィングとして登場した。ディックの声はローレン・レスター、少年時代はジョーイ・シムリン。日本語版は松本康則、少年時代はオリカサ・アイ。ティムの声はマシュー・バレンシア。スーパーマンに登場した際は松本康則。 OVA、蘇った、ジョーカーにロビンだった少年のティム・ドレークが登場する。ジョーカーとの最後の決戦で心身ともに傷ついていた。若い頃の行動をヒーローごっことして、電気技師として働いている。少年のティムの声は、ディーン・ストック・ウェル。日本語版は、クスノキミ・ナオミ。若い頃の声は、マシュー・バレンシア。軽い性格の少年でゲーム好きである。 バットガールと共にバットマンの相棒を務めている。報復のアートで登場した。バットマンと活躍していたが、自分を一人前と認めない、バットマンの下を離れて、ブルードヘイブンを拠点にしている。クレイジーキルトを白内障にして以来、彼から狙われ続けている。サイドキックスアッセンブルという回にも登場している。10代のヒーローが集まった、ヒーローチーム、ティーンタイタンズのリーダー。 メンバーの中では唯一特殊能力を身につけていない。武術に長けており、特に傍術を得意とする。20年後の未来では、ナイトウィングと名乗って単独活動をしている。本名不明。アニメのコミックス、ティーン・タイタンズ・ゴでは、名字はグレイソンだと示唆されている。この作品でのロビンの本名は、リック・グレイソンで、5年後にはナイトウィングを名乗り、 ヒーローチームのリーダーになっている。また、ティム・ドレイクが登場し、彼が新しいロビンとなっている。ありがとうございます。